どうやって来たのこの戦車、どうやって来たのこいつ。はい、どうも皆さんこんにちは、スタジオ系のひろあきです。ということでね、バトルフィールドよく知らない人もいると思いますので、まあ、簡単にね説明させていただきますと、ハイクオリティな大人数の戦争サンドボックスが人気を博し、多くのファンを持つ名作の FPS なんですね。こちらバトルフィールドシリーズ、前作はバトルフィールド5から、早3年待ちに待たれたシリーズの新作のトレーラーがとうとう6月9日に YouTube 公式プレミアム公開されました。ということでね、6月からねずっと言われ続けてたんですよこれ、まあ、なんですけど、やっとねやっとベータテストができるというところにたどり着いたゲームでございます。今回はね、実際にねいろんな武器使って、まあ、どういう風なシステムになってるのかっていうのをね簡単に説明していければなと。まあこれ一本見れば、まあ、オープンベータテストがどんな風に行われてたかっていうのが分かるようなね動画にしようかなとは思ってますので、もしよかったら最後まで見てってくださいね。で、 PS5 でやってるんですけどね、このね動いてる時のねコントローラーの振動がすごいねリアルなんですよね。やっぱ PS5 綺麗ですね。そのためにちょっとディスプレイとかも買ってるんで、もしよかったらねそのディスプレイの動画もあるんでね参考にしていただければと思います。で、今回その特殊なのがねこちらですね。これ分かりますかね、 L1 ボタンを長押しすると出てくるんですけど、その場でねこういったスコープとかを変えて戦闘に参加することができるんですよ。もちろんハンドガンもね。で、右の方にゲージがあるの分かりますかね。このゲージを、まあ、見ながらね自分でこうこのその場で好き勝手にカスタマイズすることもできますし、すごいねこれは画期的なシステムだなと思いますね。今回ね特殊だなって思ったのが、このなんつうんですかね、アサルトパックとかいろいろパックに分かれていて、その場でスナイパーとかね兵科ごとじゃなくなったって感じですね。どのキャラクター使っても自分のパッケージを作っといて使えるようになってるっていう、すごいねいいなって思いましたね。こちらのシステムはすごくなんか自分好みに作れてね、すぐに変えられて、しかもキャラは変えずに、な選択肢がすごい増えたなっていう感じですね。でもちろんパラシュートも今回こう参加ありますね。で、謎仕様何個持ってんねんっていうね、このパラシュート何回でも開けますよみたいな感じの仕様は変わってないですね。でもちろんねこういう乗り物も乗れたりねするのでね、まあ結構ね今回のねバトルフィールドはね乗り物びっくりした、簡単に爆発すんのね結構。乗り物とかで移動しないと辛いぐらいのねキャラクターのコントロールな感じなんですよね。なんかすごいね今回のバトルフィールドは人間の動きに近いというか、ダッシュがこの速度なんですよ。歩いたりするとさもっと遅いみたいな、このぐらいの速度で、すごいなんかリアルなんだよね動きが。だから没入感でいうとね、タルコフと同じぐらいあるんじゃないかなっていうふうに思いますね私は。で、毎度おなじみのようにやっぱりねハンドガンを持ってた方が速く走ることができるそうです。ここからはですね武器紹介ですね。どんな武器が今使えるのかってやつなんですけど、今使えるのがサブマシンガンで、PBX45 っていうのと K30 って、これね多分レベル上がっていくうちにどんどん増えていくんじゃないかなと思うんですけど、今現在使えるのはこのぐらいですね。で、今使いやすいなと思ってたのはだいたいこの DM7 っていうマークスマンライフと、あとはスナイパーですかね。この2つはすごい使いやすいですね。で、ちなみに、まあ、武器もそうなんですけど、こちらですね、まあ、これ何なのかっていうね、こちらね上の方のね簡単に言うとフラッググラネードなんです。こちらがね近接センサーって言って、近くに敵がいると反応してくれてねマップに移るっていうものになってるんですね。すごい便利なんでね、ちょっと実際今使ってみようと思います。で、こちらねリコンなんですけど、まあ、投げてあそこに敵いるじゃないですか。左下のマップ見ていただくと分かる通りこうね反応してくれるんですよね。すごい便利ですねこれあると。で、こちらがね回復用のねメディカルカートってやつなんですけど、まあこちら回復ボックスですね。まあ回復の近くにいると回復してくれるってやつです。で今回ねこれねちょっと青い円分かりますかね、この近くにいるだけで回復してくれるみたいな感じなんですよね。なんでこれ置いてこうねやっとけば大体いいんじゃないのって思えるぐらい結構楽勝に勝ててしまうじゃないですかね。あ、すごい。アーマーカートっていうのはこちらアーマーボックスですね。で、 C5 っていうのがあるんですけど、まあ、C5 爆弾っていうね爆弾がね今回存在していて、まあ、実際に使ってみるとこんな感じですね。まあ、実際に使ってみるとこういう風に爆弾を投げて
押すと爆発するみたいな C4 爆弾みたいなのが1個レベル上がって C5 になりましたみたいな感じですかね。で次はですね、でこちらはですねリコイルレス M5 っていうことで、あの普通に言うと無反動砲 M5 っていうんですけど、まあどういったものかというとですね、こちらになりますね。これ何なのかというとですね、まあ基本的に乗り物に対して使うロケットランチャーみたいな感じですね。ちなみに空の敵には反応はしないです。でロックオンもかかんないです。まあ、RPG の役割みたいな感じで考えていただければいいのかなと思います。まあ、こういうねものをねに当てると壊れるっていう弾ですね。はい、続いてね紹介するのがですねこちらですね。でこちらなんですけども、リペアツールということでね、こういったね戦車など壊れたものを直すことができます。あ、ちょうどいいですね。この戦車にちょっと近寄ってってリペアしてあげましょう。あ、待って、間に合うかな。 OK、 リペアスタート。あ、いいねいいねいいね。あ、かえ、逃げろ逃げろ逃げろ、やってやるから、ほら、そう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 、 OKOK、 まあこういった形でね修理ができるので、まあ味方の戦車と一緒にね動きながらで乗らせていただいてね一緒に撃ったりとかもできるので、そして最後にですね、こちらですね、なんだろうね、アイバアーマープレート、アーマープレートって書いてあるけど何なんだろう、ちょっと実際使ってみたいと思います。わかんないんでね、何これ、今度はアーマープレート、アーマープレート、アーマープレートってアーマープレートだ。あ、アーマープレート1個持ってるからちょっと強くなるのか、なるほどね。あ、ボムを使わない代わりにって感じですね。アーマーが20あるってことか、20か、なんか微妙なアイテムだなこれは、なんか使い方によってはって感じですが、といったところでね、今回バトルフィールド5オープンデータテストね紹介させていただきましたね。今後ちょっとねクリスマスあたりぐらいまでね多分ずっとやっていくゲームになると思うので、まあもしよかったらね皆さんも一緒に戦場へ遊びに行きませんかということでね、本当に今回のバトルフィールド2042はね最高のゲームに仕上がってるのではないかと私は思っております。皆さんとね戦場で戦えることを楽しみにしておりますので、ね、ぜひ皆さんも一緒にバトルフィールド2042楽しんでいきましょう。それではまた次回のねバトルフィールドの動画でお会いいたしましょう。そんじゃまたね、おやすみなさい。マッキングフレッド。